東京優春第59回東京優春第59回東京優春は1992年5月31日に東京競馬場で行われた競馬競争である一番人気ミホノブルボンがサツキ賞に続き逃げ切りサツキ賞と合わせて2冠を達成した年齢はすべて旧表記にて表記1992年のボバクラシック戦線は 朝日杯山菜ステークスやスプリングステークスを制したミホノブルボンが主役と目され三冠初戦のサツキ賞は人気に応えて逃げ切って解消したその競争内容に対する評価は高く東京優秀における最有力馬と目されていたしかし決闘から来る距離不安や逃げという客室と逃げ馬には不利な外枠15番からの発想が相まって サツキ賞より人気を落とすこととなった。その他の有力馬としては、サツキ賞で2着に入り NHK 杯を優勝した、単勝2番人気成田大成、弥生賞と、NHK 杯で共に3着に入った3番人気、桜世界王、スミレステークスと青葉賞を連勝した4番、人気ゴールデンゼウス、新山記念を制し、サツキ賞では、 最後方から5着に入った追い込み客室の5番人気、マヤノペトリウスなどがいた。また、弥生賞を制しサツキ賞で3着に入った、アサカリジェントは、故障により出走回避し、その後出走せず引退した。なお、このレースで2着に入るライスシャワーは、サツキ賞と NHK 杯を共に8着と乾杯しており、この時点では実力を評価されておらず、 単勝オッズは114.1倍の16番、人気であった。勝ち馬美穂のブルボン京都新聞杯出走時勝利機種、小島貞博2012年1月15日京都10、R 表彰式候補により馬場はやや10となった。全馬揃ったスタートからまずは美穂のブルボンが不利とされた、外枠発想をものともせず馬群の先頭に立つ。2番手には、 人気薄のライスシャワーとマーメイドタバンが続く。ミホノブルボンは、終始1ハロン12秒台前半の緩みのないラップを刻み、後続に足を使わせながら2番手に2から3馬身の差をつけて逃げる。最終コーナーではやや差が詰まったものの、直線坂上で安上の小島キッシュが手を動かし始めると一気に束を引き離し、 最後は2着に4馬審査をつける解消で無敗の2冠を達成した。2着にはマヤノペトリウスとの激しい争いを花させしたライスシャワーが入った。またミホノブルボンは逃げたにもかかわらず、全出走場中2番目に早い上がりサンハロンのタイムを記録している。データ。ありがとうございます。